みおチャンネル。はい、友永みおです。今回は私がハマっている内巻きのヘアアレンジの紹介をしたいと思います。それではみおチャンネルスタート。はい、早速始めていきたいと思います。まずルシードエルヘアトリートメント EX ヘアオイル、これをワンプッシュ手にのせて伸ばしてなじませていきます。コテやヘアアイロンからの熱を守ってくれる効果があるので、今回は全体的になじませていきます。ナゲツヤのヘアアイロンで温度は160度温めます。温まったらこういうピンを使って髪をブロッキングして、コームで髪を取って根元だけストレートを当てていきます。今回は内巻きにするので毛先は何もせず根元だけ当てます。根元はヘアアイロン終わったので、次はコテを使います。 26mm です。温度は140度でやっていきたいと思います。あんまり熱くしすぎると失敗した時が大変なことになるので、何度か当ててやっていこうと思います。ブロッキングします。半分ずつやっていこうと思うので、髪を半分に分けて留めて温まるのを待つ。温まったでは少量ずつやっていきたいので、手前の少しちょっとのこんくらいかな、こんくらい手に取って挟む。そして内巻きにワンカールぐるっとしてちょっと置いてから離す。で、ちょっとほらこんくらいカールこんくらい、同じように隣の毛も同じぐらい取ってワンカール、ちょっと待って離す。おお、いい感じ。隣と同じぐらいのカールの強さでやっていった方がいいと思います。カールして、揃ってきた。そして半分ブロッキング外して、ストレートの部分をまた手前から少量取ってワンカール、待って離す。こんくらい、これかな今下の。そして同じようにやっていきます。後ろは怖いけど、もうカールに任せて取って挟んでくるってパッて離す何本かだけとか、ほらこことかストレートのままだから周りの毛も取ってもう一回当てる。こんな感じかな。反対側も同じようにやっていきます。右側は自分ですごいやりにくいんですけど、手に取る、束で挟む。こうやってさ、変な方向に向くとカールも変な子になっちゃうので、こうやってカールをしたい方向にコテを持ってきて止まって離すと、ちゃんとこっち向きにカールがなってくれます。私はね、こっちもまだまだ練習中です。
このさ、このさ、中がね、めっちゃ怖いんですけど、まあ、なんとなくさらっとできればいいので、おー怖い、挟んでぐるっと巻いて、なし、お、できた。たとえこっち側が変な方向に髪がグエンっていっちゃっても、熱いうちだったら多少言うことは聞いてくれるので、こうやって持って冷める持って冷める、うん、内巻きにしたい方向に持って冷めるまで待つと、案外ね、言うことをね、聞いてくれますよ。こんな感じで全体的にワンカールできたら、表面だけこういう本当にもうちょっとだけ束で取って、もう一回カールをすると、ふわっとなるから、表面だけね、ちょっと遊ばせるというか、おしゃれ感がね、出ますよ。左は何もしてない、ただピタってなって、こっちは表面がふわふわっと、こういう透け感が出る。こうやって表面を遊ばせたら、私髪の量が多いので、このままだとすごく重たく見えちゃうから、耳にかけて顔周りをすっきりさせて、最後にスタイリング剤をつけたいと思います。前に外羽の動画でも紹介した N. スタイリングセラムを使っていきます。手のひらにワンプッシュ取って、内巻きでスタイリング剤をつけると、私はちょっとストレートになりやすいので、ワンプッシュで軽めに、下からふわっと、毛先にボリュームが欲しいので、ふわっと内巻きの完成です。内巻きをするだけで華やかな印象になります。ガーリーなお洋服やピンクのお洋服を着た時は、こうやって内巻きに髪もセットして、全体的に可愛らしい印象に仕上げています。皆さんも試してみてください。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画もお楽しみに。バイバーイ、ありがとうございました。